どうして、どうして皆さん、土日勝てないんですか？今日めちゃくちゃいい試合やったのに、さよならホームラン。土日勝てない、勝てない、勝てない、勝てない。はい、どうも、メントスコーラと、ナナドラでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画、撮ってまいりたいなというふうに思います。はい、土日です。土日、日曜日。はい、結果を申します。とき第3で負けました。はい、これでね、土日12連敗。通算でね、土日1勝15敗。日曜日に関しては、0勝ということにね、今季なりました。オーナー怒ってますよ！ナンバーオーナー怒ってますよ。ね、ただいさん日曜日ね、勝てなかったらイライラするのに、ナンバーオーナー怒ってますよ。48時間イライラするんですよ。僕が代わりに怒ります、この動画で。はい、悲惨です。日曜日勝てません、土日勝てません。はい、ということでね、選手たちの活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。選手たちの活躍の方はこんな風になっております。はい、まあ今日本当にまあサヨナラ負けという形で負けてしまいましたけども、まあ試合自体はね、本当にすごいいい試合だったかなというふうには思いますので、まあ本当にもったいない、ところですよね。まあ打線で言うと、相手ね、まあ西武のね、もちろん新外国人というところだったので、まあエンス選手とね、初対戦で、まあ7、8、9もね、西武ご自慢のね、勝利の方程式が出てくるといったところだったので、まあなかなか点数を言えるのは正直難しいところだったんですけども、まあ牧選手のとね、佐野選手のホームラン1本ずつというところで、まあよく点数は2点、2点、この少ないチャンスの中、ホームランというね、一発で仕留めるというところで、よく2点ね、言えてくれたかなというふうには思います。正直ね、それ以外チャンスって言ったところはね、やっぱ平選手を攻め立ててた、まあ、ツーアウト満塁の場面で、まあ、宮崎選手がフライになってしまった、まあ、そこぐらいだったかな、というふうには思いますので、まあ、今日はまあ、本当に少ないチャンスの中、まあ、よく2点入れてくれたな、というふうにはね、打線の方は個人的に思いました。まあ、その中でもね、海老名選手、しっかりとね、初球でバントを決めたりだとかね、そういうところもあったので、実にそういうところは評価していていい点なのかな、というふうには思いました。やっぱりその点でも、やっぱ守備ですよね。やっぱ佐野選手の、守備、あれはもったいなかったですよね。まあ、ファーストでね、まあ、本職は、もともとはファーストですけども、まあ、ガヤヤガラインホーボナーメインのポジションになっていて、こういうしからね、オプションという意味でファーストを守っているんですけども、やっぱベースを踏まなくて、ゲッツーね、取れなかったっていう場面は、かなりやっぱお粗末な、プレーになりましたので、正直なところは、ホームランでね、取り返してくれたっていう部分もあるんですけども、ちょっとあれはね、意識の問題というか、かなりのチョンボのプレーだったかなというふうには思いますので、あれはちょっとね、痛気じゃないプレーだったかな、っていうふうには思いました。まあ、関根選手に関してもですね、まあ、あれはね、関根選手のやっぱ着力があってこそ追いついた打球だったかな、っていうふうには思うんですけども、やっぱ関根選手のね、守備力を考慮すれば、やっぱあれは打球は取って欲しかった、打球だったのかな、というふうには思いますので、もちろんね、関根選手ね、ギランダでね、アピールの方もしてくれたんですけども、やっぱ守備でもね、やっぱ期待して見ていきたいところもありますので、やっぱり最近ね、ちょっと守備でね、いいところもしていないので、ああいうところでもちょっとアピールの方はね、していただきたいな、というふうには思いましたね。はい。まあ、ピッチャーの方なんですけども、まあ、京山選手ね、今季初登板というところで、まあ、4回投げでね、2失点という内容でした。正直なところね、フォアボール6個、デッドボールも2個当ててますので、正直、西武打線にね、助けていただいたってところも大きいのかなというふうに思います。さっきのね、本当にゲッツーを取れていればね、4回1失点でまとめられたかなというふうには思うんですけども、やっぱ冒頭も多かったですし、かなりこの道路が定まってないところがあったので、僕私は今日ね、4回で交代したのというのは、実に納得ね、勝ちに行く系統というところで、思っています。正直なところ、まあ次回はあるかどうかっていうのは分からないんですけども、今日本当にね、投げる球っていうのは本当にすごいので、強制球力がね、身につけばもっといいかなというふうには思ったんですけども、今日の内容ではまあよく4回にしてね、まあまとめてくれた、まとめてくれたって言い方もあれなんですよっていう感じでございます。で、クリスティ選手ね、その後中津理事がうまく抑えてくれて、まあ平田選手、まあホームラン出してしまいましたけども、出会い頭的な一発ですし、しょうがない部分もあるのかなっていう感じの内容でございました。はい、ということでね、最後にベントスカット選手を決めましてね、今日の動画はね、終わっていきたいなというふうにはね、思っております。今日はそうですね、まあ、久しぶりに1軍で上がってきてくれてね、2回投げても失点というところでいいピッチングしてくれました。クリスキー選手にね、ぜひやりていきたいなというふうには思います。ベントスカットの方、おめでとうございます。はい、火曜日からはね、ハマスタでオリックスなので、ぜひ買っていきましょう。はい、ここまでね、ご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。火曜日からは週、土日なので、気が楽です。
夢を運ぶ一振り、君が刻むヒストリー、青く光る彗星、腕を平らをステン、ゴー、ゴー、DA!